イソクエン酸でヒドロゲナーゼは、イソクエン酸と2、オキソグルタル酸と相互変換する酸化還元酵素である。イソクエン酸でヒドロゲナーゼには、イソクエン酸でヒドロゲナーゼと、イソクエン酸でヒドロゲナーゼの2種が存在するが、クエン酸回路を構成するのは、前者の方である。クエン酸回路を構成する、イソクエン酸でヒドロゲナーゼは2段階で、イソクエン酸からに オキソグルタル酸に変換している。まず、イソクエン酸のオキサロコハク酸への酸化をした後、続いてこのオキサロコハク酸のベータカルボキシルモトを脱炭酸することによりアルファ、ケトグルタル酸へ変換される。もう一方のイソクエン酸でヒドロゲナーゼも同じ反応をするが、こちらの反応は、クエン酸回路とは関係がなく、ミトコンドリア。 ペルオキシソームと同様に細胞質機質で行われ、インシモなどではなくナドップが使われる。どちらの酵素とも、反応全体の自由エネルギーはマイナス8.4キロジュールマイモルである。とは、VMAX を低下させることなく異足塩酸のケムを低下させる。ナドットは、3つのサブユニットからなり、アロステリック制御され、MG2、または MN2 イオンを必要とする。 基地の構造を持つ、最も近いホモログは、大腸菌のナドップ依存がタットで、二つのサブユニットと13%の、相動性と29%の類似性に基づいた、アミノ酸配列を持つ。基地のすべてのナドップスは、ホモダイマーである。コルパス FJA トール、プラキサスマルナドップ、ディペンデントアイソシトレイトデヒドロゲナーゼ、キャラクタライゼーションアクティビティレギュラシオンデューリング。 ナチュラルサネッサンス。プラントフィジオロジー121、921、928、ドイ、10.1104、ピアニッシモ、121.3、921、プミド10557,241。ありがとうございます。